日本大阪府仙南郡三崎町新比新比は、大阪府仙南郡三崎町の大技。本校では、同地域に、かつて存在した仙南郡新比村、新比町についても記す。三崎町中部、大川の河口に位置する。北で大阪湾に面し、東で丹野は、西で棚川谷川、南で甲州と隣接する。 南北を南海本線と大阪府道7 5人号、和歌山阪南線が縦断、東西を南海棚川線と大阪府道、和歌山県道65号、三崎加田高線が横断する。かつては東の丹野は西の谷川に比べてやや規模の小さい集落だったが、新日光改修工事の完成以降、淡路航路の発着点として発展し、 三崎町発足以来の町役場所在地となっている。元の読みは、ふけひで、ふけい、ふけに転化した。ふけの浜、ふけの裏として、数々の詩に読まれ、万葉集、新古今和歌集、菊葉和歌集などに登場する。奈良時代には、聖徳天皇の木行行に際して暗宮が置かれた、ことがある。安土桃山時代には、県女が、摂津石山から、木浅森へ移る際に、 当地の近上寺に一時滞在した。2015年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。新日光駅。 第2反華国道新ヒランプが設置されている。大阪アンフェリー、新規海運が、相本高とを結ぶ航路を運航し、南海と長川線の南馬駅直通急行、淡路号と接続して、大阪市と相本市を結ぶメインルートを形成した時代もあった。当地区には反対の意味の言葉を使う、逆さ言葉が存在する。誕生の由来には、諸説あり。 そのうち二つの説としては小さな獲物、地区は漁師長であるを冗談まじりに大きいと言って笑いにしたというものと漁師間の競争が激しく大漁でも不良だったと逆の言い方を暗号として使ったというものである。このような用法は室町時代の狂言などに出てくるイルマ氏のように日本語では少なくとも中世からあるという。 2017年現在では用いる和車は60代以上に限られる。深火村に関するカテゴリー、新秘町に関するカテゴリー、ありがとうございます。